して人々は運用道とし、紹介してまいりましたが、お楽しみいただけましたでしょうか。かつて人々は海を道とし、周辺諸国の交流を通じて流通を通じて、そこに生まれた流通の文化を今に伝える大切な首里城公園万人のいざなの大変な町の人生になります。最後にお会社いただき誠にありがとうございました。合わせて人々の暮らしが描かれた造具をご紹介してまいりましたが、お楽しみいただけましたでしょうか。かつて人々は海を道とし、周辺諸国との交易を通して流通を通じて育みました。そこに生まれた言語は今、流通のルーツを今に伝える大切な言語として多くの無料化によって実行しておかれています。お届けしてまいりました首里城公園舞へのいざないは、ただいまをもちまして終了でございます。最後までご参照いただき誠にありがとうございました。